俺が俺にオンディマウンめぐいんだ。残ったサバの半身を使って押し寿司を作る。まずは酢飯を作るぞ。酢だ、こんなもんだろう。砂糖だ、混ぜよう。味見だ、こんなもんじゃない。ご飯だ、かけるぜベイビー。こいつをね、冷ます。 OK、 スイッチオン。サバの皮を剥いときましょう。よいしょい、はい、一皮剥けました。こちらが、今回使用するお寿司の型ですね。まあ、中にね、邪魔なものが入ってる、これは溶けましょう。こちらにラップを引きます。では片面にご飯を入れていきます。この面にですね、今からこれを入れていきます。大体同じ大きさなんですね。さあ入れましょう。若干この部分がはみ出しているので、はい、完成です。 OK。 おお、わあすごい、見てこれ、めっちゃ押し寿司、完璧だよこれ。どうですか。サバの押し寿司、いただきます。おお、ほらどうよこれ、超うまくできてる。うん、まい。 PSP のケース持ってたら君にもできる。リアリー携帯性も抜群。